ねえよ、ここ入れないで危険だよ。ヒゲはいい、ヒゲはいいんだ。あれベンツの方はベンキーズベンツ、あ、ベンツ、うん、なんだっけ、なんだっけ、なんつの曲だっけ、それそう、アチアンドール、あー、アチアンドールロードスタートと、ロードの D は DAD の D。ここにしかやっぱないの。コストコレッドカップって言うんですよ。そうなの、ね、書いてある、書いてある、ほらコストコレッドカップ通販ってなってる、まあ、ほらここコストコにしか売ってねえんだよ。1個じゃない、50個じゃん今の。ネビリッツネビリだ。おはようございます。何時ですか今。ハーフウェイバーベキュー当日となっております。寝たのは、寝たのは、あ、ね、寝たのは何時だっけ。5時。5時、あ、これ手前だね、うん、で、あそっからまたあの下りがあって、うん、多分寝たの5時だよ。寝たの5時だね、うん、5時5時くらいだと思うっすよ、多分。寝たの5時、うん、でも欲しいよということで、今から3人で買い出しに行きたいと思います。で、はい、こっちだって出入りするの多い、トープの方がこっちの方がいいですか。これはよし。レミーマジで。どうしよう。とりあえずタープ持ってく。新品やん。新品やないかい。新品やないかい。このテーブルいいんだよね。それな。ね、これいいよね。炊きやつね。今ね、今、まあ、会場設営をね、こうね、しておるわけなんですけれども。さようでござるか。土井さんは、いません。いません。まだ寝ております。ほら、少ないやつ。何時ですか ?8 時過ぎですか、ただいまの時刻は、8時34分でございます。何度やこれ。こっちにタップね。こっちタップだね。こっちは、こっちは焼き生地、焼きゾーン、焼きゾーン。こっちは、こっちタップ。おい、ガッタ、ガッタ言うのボケ、タレッツォ、ガッタ言うのボケ。ええやん、ガッタで。そんなかっこいいものではない。ガッタパコパコ侍。おいバカ。今のピーでお願いしますね。ピーで。
あれ。Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 間違ったべ、ここちぎれてる。忘れてるか。ダメじゃねこれ。ダメじゃねこれ。あーダメなやつだ。腕ダメなやつだ。みんな全部こうなってんの？えい。まだ。最後です。いいね。終わりよければすべてよしです。締めはねえよ。ちょっと音高いね。何時今？9時21分。崩れてますね。だいぶね。用意がやっぱり時間かかる。そこを左ここ、言ったんで。吐いたんで。腹減ったー。フォーマーク。それ右やで。それ右やで。左じゃなかったらまっすぐ行けないよ。バック。バック。ほらーい。ほらーいいよ。GTA みたいになってる。ほらーい。まさに GTA みたいな。ほらーい。ガム食べる人、はい、牛井さんたち何時に来るって、もう来るの本当に。お願いします。
なんで段切ったの？なんで段切ったの？今釣りすらそうです。触んないで、触んないで、汚れる。業務スーパーね。ああ牛いる。本物じゃねえ。牛絶対安心的にねえだろ。締めだよ。はい、ミスタディ。業務用スーパー、業務用スーパー。あの R で表彰登録っていう R? R こっちにもあるし。いや、あるでしょ。入り口にはやってるな。いらっしゃいやせ。いらっしゃい。入り口そんなにここで買わねえかね。1個でいいんだよ、お前は。だってお前いらんでしょ。赤いコップねえな。おば、お母さん、おばば。おばばはおばばに決まってんだろ。おばあちゃん、ちげえ。リホさん、うん、ああそもそも来るんですか。うん、来るって。なんかね、その焼き鳥も食いたいって言ってたから、買い出し頼むわって言われてるから。多分か、焼きそば、焼きそばいらねえんだよ。いらねえんすか。いらねえよな。え、いるの。ちょっとぐらい集めるんじゃない。3人前ぐらい集めるんじゃないか。3人前俺焼きそばだけでいいんだ。いいから探して。かっこいい。かっこいいって意味はない。あとよくラーメン屋で使ってるじゃないですか。イカ乱切り唐揚げ。唐揚げコーナーじゃん。おまさピン動画です。え？ピン動画。ピン動画だ。ピン動画。え？どうもあんの？焼き鳥だからさ、この辺だべ。チキンラーメンって何？タコス入ってると思うんだよな。この辺だな。なくね？落ち着いて動画撮れる。お前はピースしがちなんだよ。だから分かった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 。それ編集して入れなきゃないじゃん今のこれ。入れなきゃないじゃん。平たい皿ないの。平たい皿、平たい皿はね、あるよ中に。いいやつだ。美味しい。どうもない。あたつくねた。ついてないので、タレとか。新店に合ってないでしょ。塩コショウとか、ゲンタレとか、タレとか。ゲンタレも。ゲンタレ俺らも買ってきたよ。みんなにいられて、そのあんなに頑張って買ったじゃん。うん。持って帰ってもいいし、うちに寄付してもらってもいいし、でもうちいっぱいあるもんな。だからうさひ縛られてる。塩だれ買ったものある。え？塩だれ。塩だれも売ってたよ。ああ高かった。なんぼだっけ298円とか。あ、じゃあ同じくらいじゃん。うん、いや、もっと待って、ロッドじゃん。あれ、ケンタレって青森じゃん。青森じゃない。青森に来たらいい。あ、そうか。あと店に来たらいい。知らないですか。あの、だ大仏の、これ大仏、大仏の。これ賞味期限大丈夫とか言って見てたんだけど、なんか持ってきて、なんかさ、倉庫から出したか、近いわ。Vlog デビューですよね、姉さん。
Vlog って何なの？おめでとうございます。お前見てないでしょ。あ、お前ちょっとまたごめん、 YouTube も見てないもん。 YouTube 見てあなた、あなた映りたがりとかって言ってる割には見てくんねえじゃん。見ないよ、最初回数増やさない。サム楽しそうだったねって言ったんですよ、うん、ブログ見たんですか？見てない。そう、インスタとツイッターで拝見しましたね。ここすぐそこなんじゃない？近いよ、うん、近いよ。前僕自衛隊の飛行機に乗ったから。さとみさん助けて、さとみさん。まだ冷たい。ひどいっすよ。落としめようとした。そう。すぐ。よくに、あの、LINE の、ちょっとかまってかまってがすごいんですよ。ツンデレなんですよ、こいつ。もう、寂しがりやすい。あれ、全部あげた。すごい音楽かまってた。西かなかい。西かなだ。なんか飲むのあんの？俺も欲しいんだなぁ。俺に聞いてくれないんだ。みんな楽しんでますな。お肉食べたいの。誰？汗やくんお疲れ。だからさ、ここにいるメンバーがさ、なんでコメントしてくるんかな。だっけね。だっけね。土井さんの先輩。結構離れてる。なかなか離れてるね。土井さんの先輩だから。ゆうたの後輩やし。ああ。あとリクイなんだ。リクは Vlog 用です。え ？Vlog 用です。お前もやってんの Vlog？ 違います。だから横取りの方がいいって言ってるじゃん。完成だ。今年も23だから。やめ、お前が動くと椅子壊れるわ。なんかだひら。うん。だってひび入ってたもんな。ね、ひび入った。え？また片平ぶん殴っかなって言われっから。さあ、片平でもぶん殴ってみっかな。芝居でみっかなとか。何言われっか。すぐ言われっか。ロケットマリーのカーペンもつけっかな。俺今もう家に2日ぐらい帰ってないから、やっと家から電話が。どこいんの？だー今の。海でめちゃくちゃコンロの前にいるやつ。おー、片平どうした？肉焼けたぞ。焼けたぞ。コンロ。焦げるぞお前おい。うぜー。動画なんか撮ってんじゃねえよお前。誰なんだろう。海に来てめちゃくちゃはしゃぐやつ。とりあえず肉焼いてれば女にモテるかなと思ってる。大学2年の夏みたいな。はい、とりあえずあの今まで誘われたことなかったけど、ちょっとイケてるやつらにバーベキュー行こうぜって誘われて、お前肉焼いてとかって言われたんだけど、まあなんとなくであの行きするやつ。仕方ねえなお前ら。調子いいや、何も言ってないのにそんなこと言いますよ。みんな女の子とイチャイチャしてるのに、なんかそれを寂しそうな目で見ながら隠し通すためになんかお前ら肉焼けてっぞみたいな。言わねえのかおいおいとかって言ってくるやつ。じゃあこれ俺だけで食べようかな。顔の癖がやべえ。その場にいたらどうぞ。食べていいぞお前。最高。お前ら仕方ねえな。いねえからとりあえず行く。とりあえず喋るよ。
ボス、酔っ払ってきてるんですか？何も飲んでねえんだけど、すみません、親方さん早くロレル車検取ろう、動画撮ります。お前バカ野郎、お前ピックで頭穴開けんぞ。すいません、おでんは綺麗に調べてくる。怖い。やばい人だ完全に。ああやばい。Thank you.